はい、9月の19日10時ですね。はい、今ちょっと仕事の待ち時間でね、なかなかあれですね、時間がね。はい、いや、なんか今ピックスが言ったけど、今運転中じゃないですからね。はい、その菅政権発足しました。で、菅さんちょっと調べてないんだけど、英語話せるんですかね、どうなんですかね。やっぱり世界のトップとコミュニケーションは必要ですからね、やっぱり英語力はね、必要なんでしょうね、今の時代はね。英語なんて必要なのかなとか正直思う時もあるんですよ、これからの時代ね。AI がね、発達したりとか、あとはその、なんだろう、Google トランスレートの時代になりますからね、これからはね。なのでその上でその英語を勉強する必要があるのかっていうことにもなるんですけれども、でもまあ国同士の話し合いではやっぱりそれは必要なんでしょうというふうに思いますね。ハッキングとかで、他国にねハッキングされてその内容を聞かれたらそれはまずいでしょう。だからまずいから、そのやっぱり言葉でね数字合わなければいけないとこういうことになりますしね、翻訳機を通すということはね、ハッキングされる可能性があるからね、だからそういった本当のプロフェッショナルにはその英語力というのは必要だけれども、まあ一般のね、私たちレベルのその旅行者レベルではもうインターネットがつながってれば、英語とかが海外の言葉を勉強する必要はないのかもしれないなというのは私の意見ですよね、というふうに思います。その英語なんか勉強するよりはやっぱり日本語を、ね、一生懸命勉強した方がいいですよ、ね、読解力を深めてね。で、一番悪いのはね、両方勉強すること、日本語と英語と両方勉強すること、ね、どっちつかずに、というのはね、これ本が読めなくなっちゃうから。で、本が読めなくなる&その読解力がなくなっちゃうんですよ。で、そうするとね、知識が身につかなくなっていっちゃうんですよね。ですので、とにかくね、第一言語付きっていうのはものすごくやっぱり重要で、その日本語っていうのは非常に難しく高度でありながら、いや本当に日本人でその文字を読めない人なんていないでしょ。文字を読めない人を見つける方が大変じゃないですか。でも海外ではそんな人いっぱいいるんですよね。いっぱいいるんです。だからね、なんていうのかな、なかなかその経済が発展しないとかね、そういうことにもなってっちゃうんですよね。その識字率ですよ。ね、その日本は非常に高い。しかもこの漢字、ね、漢字。しかもこの難しさ、ね、熟語もあるし、ね、だからそういったことがね、その日本ではね、まあ当たり前なんだけれども、これが当たり前っていうかね、そういう国はないですよ。ね、これがね、やっぱり国力の一つということでもありますね。で、日本がね、やっぱり発展している最大のというか、一つの理由は、この日本語にあると思いますよね。はい。というふうに私は思ってます。ね、日本語がある限り、何ら問題ございません。はい。ね、世界がね、世界の人が日本語を勉強するのって非常に難しいでしょ。非常に難しい。ね、けれども日本人がその英語をある程度喋れるようにはなるじゃないですか。だから言語的には日本語よりも英語の方が簡単なんですよ。ね、じゃあなんで英語がその主流なのっていうなると、まあアメリカもイギリスもっていう英語を使ってるっていうのもあるんでしょうけれども、まあ一つのね、理由としては難しくもなく簡単すぎもないと、ちょうどいいのが英語なんじゃないのというふうに思いますね。というふうに思いますね。日本語はね、難しすぎるんです。難しすぎる。やっぱり難しすぎる、その言語はね、普及しません。普及しません。はい。しかしそれを操っている日本人というのはやっぱりすごいなというふうに思いますよね。はい。そうね、各国の首脳とね、やっぱり話し合うときは話し合うのは英語だからね。だからそういった例えば G20 とかね、G7 とかね、こうあるときはね、各国の首脳とね、内々のその話をしなきゃいけないときがあるわけじゃないですか。
で、そういった時に使われるのが英語だからね。で、そこで通訳を介してっていうのはなかなかねっていうふうに思いますので、菅さんがね、英語喋れるといいなというふうに思いますよね。うん、はい。ね、本当昔はね、英語喋れる政治家っていうのは少なかったなと思いますけど、最近は少しずつ増えてきたかなというふうに思いますよね。はい。河野大臣とかもね、英語すごい堪能ですしね、うん。安倍総理もね、かなりお上手らしいですよね。うん。私もちょっともう一回勉強しようかなというふうに思いますよね。まあ、海外行ってね、海外旅行程度のね、会話だったら別に何ら問題なく話せますけれども、うん、ビジネスとかそこまで行くと、どうなんだろうっていう、まあもうちょっと話さないといけないかな。何、ヨガやってんのこの子。っていうふうに思いますね。はい。あ、ここはあれだね。首長族のところかな。そう。300ドル入ると払うと中に入れるよっていう、そういうところですね。300ドルじゃない、300バーツですね。300バーツと思って払わなかったんですけどね、ここはね。はい、まあ、機会があったら行ってみてください。チェンライですよ、チェンライ。チェンマイじゃないですよ、チェンライの方ですからね。はい。うん。ちょっとね、菅さんのことで気になったのでね、まあ、喋れるといいなと、いうふうに思いますね。うん、いやでもまあ、語学の勉強はなかなかね難しいよねっていうふうに思いますよね。うん、